高186センチ。樋口。ヘディングシュート。突き刺しました。中央で上田。鹿島2点目。ドンピシャヘッド。上田が今シーズン2ゴール目。いやヘディングもすごいんですけど、体がやっぱり強いんだとは思いますけど、樋口のボールも完璧でしたし。